がさらわれた。くそ、私がもっとしっかりしていれば。反省するのは後だ。今はルーエンハイドを助けるのが先決だろう。そうですね。でも月食城は一体どこに。湖の中だ。え？教皇庁から連絡があった。湖から強大な夜の力が溢れ出ているらしい。きっと奴らはそこにいる。行くしかないな。みんな準備を整えてくれ。すぐに出発するぞ。あ！何かチョコの材料の情報って見つかった？なかなかないですね。材料見つかったわよ、ショコラティエレノア。うわ、クリストフォロスさん、どこにいるんだ。ホテルの外だ。さすがにヨーマが中に入るのはまずかろうと思ってな。まあ、妖魔ってだけで切りかかりそうなやつもいるしな。それで見つかった材料というのは。究極のカカオよ。究極のカカオ？ある妖魔が育てていたカカオのことだ。とても香りが高く味もいいらしい。そのカカオが先日邪妖に盗まれたらしいわ。取り戻した人にはカカオを少し渡すそうよ。そしてその邪妖が今この町に逃げ込んでいるらしい。なるほど、カカオを取り戻せばいいんだな。お、それは早速探しに行かないとね、アルージェさん。ああ、アルーシャか。ちょうどいい。少し話したいことがある。屋上に行こう。はい、いいですけど。話したいことって何ですか？言おうかどうかずっと迷っていたのだが、お前の心臓について話しておこうと思う。私の心臓？どういうことです？お前の心臓は月の女王に貫かれたと言ったな。はい。では今お前の胸にある心臓は？何か機械のようなものを代わりに使ったとか。いや、汎用にするには人間の心臓が必要だ。ちなみに死んだ人間のものを使ったわけでもない。私の知っている人ですか？ああ、今目の前にいる。え？目の前って、え？なんで、どうしてそんな、てか生きてるし。あの時お前の体に適合する可能性が高い心臓は私のものだと判明した。私の体は青い血への適合性があることも分かっていた。迷っている時間はなかった。それに私の心臓なら
誰の犠牲も出さずに済むからな。私にはお前の言う機械のようなものを代わりに入れた。重荷になってしまったら申し訳ない。だが知っておいてほしいと思ったんだ。博士、あまり深く考えないでくれ。後悔はしていないしな。それと私から一つお願いがあるんだが。何でしょう。お前はお前の生きたいように生きてくれ。食事薄気味悪い場所だ。ルエ、待ってるよ。必ず助けてやるからな。遅い。
あっちからだ。あいつ絶対に許さない。楽しもうではないか。道を歩こう。いいね、そういった当たらない。ゆっくりやっせやっ遅い。ゆっくり当たらない。ふふふ、クリストフォロス。この前はごめんなさい。私が偽の情報をつかまされるなんて。いや、仕方ないよ。誰にもわからなかったさ。やはり奴は狡猾で、目的のためには手段を選ばない。気をつけて。絶対に死なないで。お前がいなくなると楽しみがなくなる。ああ、死なないよ私は。じゃあ、行くよ。ああ、さっさと行け。そして、帰ってくるのよ。走り抜けろ、この明けない夜の中を。そして奏でなさい、あなたの生きる音を。面白い。はっ、まだやい。私の目を見ろ。ハル、遅い。やっ、はっ、せっ、さあ、やーせやっ。よくやった、とどめだ。さあ、やーせやっ。さすがだ、とどめだ。さあ、やーよくやった、せやっ。まあ、さすがだ。今日は一気な天気だ。よくやった。遅い。楽しもうではないか。いいぞ。面白い。はっ、せっ、さあ、やーせやっ。はっ、せっ、さあ、道を開けろ。遅い。やっ、ふっ、せっ、遅い。はっ、ふっ、へっ、さあ、やー、当たらない。遅い。やっ、はっ、へっ、さあ、やー、遅い。
遅い。ゲッ、遅い。楽しもうではないか。ある、遅い。いいぞ。面白い。ある、楽しもうではないか。遅い。
遅い遅い。この子、私の愛をたっぷり注いでいるのに、なかなか強情なのよね。でも、そろそろ限界かしら。この子の目の前であなたを倒せば、最後の希望は砕け散り、妖魔に落ちる。そして妖魔となったこの子の剣があなたの心臓を貫き、とどめを刺すの。どう？最高の思考でしょう。お前だけは許さない。おい、道を楽しもうではないか。遅い、やっ、とどめだ。やーせやっ、遅い、やっ、よし、やっせやっ、だらけだ、すぐだらけだ。こんなもの、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 いっ、遅い、そら、まっ、行けよ。まだ、こんなもの、こんなもの、この程度、この程度、今日はいつになく元気だ。よっ、あさら、よっ、とどらだ。よいしょ、さすがだ。何も逃がさん。はら、ほっ、今日はいい、あさらに刈り取る気がした。とどめだ。さら、ほら、かえって、遅い、とどめだ。ほら、ほっ、今日はいつになく元気だ。な、とどめだ。ふっ、元気、とどめだ。冗談ではない。まだまだ、まだ、こんなもの、こんなもの、はっ、せっ、さあ、やーせや、遅い、ぎゅっぎゅっ、この程度、こんなもの、こんなもの、こんなもの、はっ、へい、ほらほら、その程度で終わり？まだまだ私を楽しませなさい。遅い遅い。やっ、はっ、やっ、よし、はっ、はっ、いいか、
ロフよ。遅いだろ。遅い。ゲット。私の役目はこれで終わりね。役目？何のことだ？どうだっていいじゃない。どうせ妖魔と人間は分かり合えないんだもの。何？だってそうでしょ、夜と昼は共存しえないわ。人間は炎や電気で必死になって夜を光で埋めようとしている。そうしていずれ世界は光で溢れ、夜のない国が訪れるわ。それは妖魔が生きることのできない世界だから。同じことをするの。私たちは世界を夜で埋めるのよ。妖魔と人間は同じ道を歩むことなどできないんだから。そんなことない。人間も妖魔も共存できる。そもそも人間だとか妖魔だとかそんなのは関係ないんだ。大事なのは何をなすかだって教わったし、人間でも汎用でも私は私だと言ってくれる人もいた。人間と妖魔に必要なのはきっと相手を受け入れる勇気なんだよ。あなたのような人間がもっと世界にいたら、マルバチーヤ様は あの方は過去の悲しみのあまり、もう誰の言葉も受け入れることはないわ。あなたの手で解放して…バルデロサ…いや、今はこの鍵でルエを。なぜ私を助けに来た。ご
刻も早く月の女王を倒すことが任務だろう。バカ、そんなこと言ってる場合か。間に合ってよかった。すぐに毒を抜かないと血をもらうぞ。待て、どうした。あの、こういうの初めてなんだけど。そっか。待て、待てったら。なんだよ。なあ、こういう時に言うことがあるんじゃないのか。行くぞ。待てよ、待て。なんなんだよ、まったく。ほら、なんかこう、もっとあるだろ。失っちゃったか。一旦ホテルに運ぼう。これってルーエン感情を力に変える技。気にすることじゃない。何をなすかだ。状況報告。強くなったぞ。どこまで成長できるか楽しみだ。ですよ、こんな風に扱っちゃ。あー、しわくちゃ。伸ばして伸ばしてと。なになに、アナヒト学の庭鉄ミンスタナホ2の円柱には市議か。意味わかんないんですけど。縦に読め。アホな二人を学園の中庭にて待つ。難しすぎたかな。握りつぶしておいてください。くん、行きますよ、学園に。売られた喧嘩は買うしかないな。罠、見え見え。二人とも気をつけて。あの二人なら正面突破できそうだな。